長岡京物語のうち、カカポの意地の巻。古代の長岡京に意地っ張りの妃がいた。785年のこと、お名前は長次様という。長次は名字のご身分のままでご懐妊された。その生き方がカカポという母鳥の生き方を思わせると、ある尼が言ったが、それはまた後ほど。とりあえず、上巌殿では、女官の針がついそこで鉢合わせをした先輩女官の三重野を問い詰めている。その話。この先、高級のお勤めやお暮らしがどうなるのか、女官たちの間では、諸説紛糾なのだった。本当？何それ？じゃあ、それってどういうこと？さあ。女官のルリハが居合わせたので、三重野ははっきりものを言わない。ハリ様、お口にお気をつけませんと、言霊の恐ろしさを夢にも忘れてはいけませんよ。ルリハはきつい言葉を発した。式部卿の率いる検非違使たちを別として宮中では詰問する言い方は許されない。相手を貶める言い方と取られれば呪文と思われるかもしれないのだった。お気をつけ遊ばせ。人を呪ったなどと噂が立てばただではいられませんよ。罪とわかればたとえ皇后様でも処罰を逃れられませんからね。ルリハの言う通りだが、現実には人を呪う不幸の罪は、これは証明が難しい。前の帝の皇后様は、証人や証拠が出てしまい処罰された。ここでは行動にも言動にもよくよく気をつけて暮らさなければ、生き延びることはできない。のびのびと何でも口にしたりするのは無邪気な針ぐらいなのだが、それはまた面白くないとやっかむ女官たちもいる。いよいよ女王が部屋へ戻ってきた。三人の女官を涼しい目でちらりと見ただけで自分の机へ向かう。いつものようにお運びの女授が書類や巻物や竹缶や木缶を深盆に乗せて従っていた。女児は無人の部屋へ入ってきたかのように無言で誰とも目を合わせず、お盆を机の端に置くと静かに一礼し、身を翻して出て行ってしまった。針も三重野も女児には一別もない。ルリハは女児の動きを鋭く観察した後で、いよいよ女王に前を向け優雅な身振りで軽く腰を折った。下を向いて考え事をしている針にちらりと目を向けざまに後ずさりをする格好で外へ出た。内侍様、お内侍様。頬を赤くした針が声を張り上げて一歩いよいよ女王に近づく。名字の長次様がご懐妊のことご存知でしたの？いおいはゆっくり頭を上げて針の方へと顔を向けた。その顔は相変わらず表情には乏しいものの、存じておりますという顔だった。この後どうなるのですか？どうって？お里下がりになるのですか？それとも、おつぼねをいただくのでしょうかしら。いよい女王は無言であった。表情も変わらない。ハリは、だって、そう言ったなり黙った。言い過ぎたかもしれないが知りたい。三重野は、ハリの袖を軽く引くようにして目くばせし、ハリを部屋の隅へ導いた。ハリ様。
声の調子と表情でそれ以上は言いなさんなと牽制したつもり。ハリは三重野に向かって小声になった。お子様の生まれた後におつぼねをいただくとすれば、何人か女官や女子をおつけにならなければならないのでしょう。間違っても私を任じてはいただきたくないの。今の仕事が気楽で他のお勤めは嫌なのでしょう。まさこ女子様には多くの手がおありですから。三重野に隠し事はできない。何しろ百済の長継ぐは苦手なのだ。単なる名字で官位も持たず、上官殿へさえ入ることはできないのに。お勤めの間にいつの間にか誤解に行って。泥棒猫よ、言語道断と心の中では憤慨しているのだ。三重野は先輩風を吹かせた。高級の女性はすべて帝の私的な宝物というのは聞いているでしょう。そう教えられていた。帝が高級に勤めている女たちに手を出したとしても、寵愛を受けたと言い換えられて、それも勤めのうちと言われてしまう。それって建前でしょ？本当はそんなことって、めったにないって伺ってます。そうね。私の知っている限りではなかったかも。10年ほどの三重野の勤務のうちで、今回のように帝の子を宿した女官、うねめ、女樹がいたとは聞かない。桓武帝は意志の強い方で、決められた方たち以外の人に、手を出すなどという噂はない。反対に、帝の思う人でさえ、夜の床へ無理強いはされない。三重野がついている名神様が良い例だ。帝の初恋の相手とは公然の秘密で、お子も家に置き、高級に一人住まいが多いお暮らしなのに、長く表向きのお勤めだけの関係。だから今回だけが言ってみれば妙なのだ。ハリア、それに三重野もこちらへ。いつもより低めの声がハリと三重野の耳に届いた。いよい女王が背筋を正して心持ち視線を下に向けていた。いよい女王の話というのは百済の長継ぐのことである。長継ぐは帝のすぐお身の回りの世話をする女樹の一人であった。早朝から代理の中の帝のご住居である清涼殿へ勤める。朝にはお手やお顔を洗うお水をお持ちする。お着替えをお手伝いして川屋のお世話。夕方は夕方で毎日繰り返される作業があるが、ほとんどが身の回りのお手伝いであった。長継ぐは明るくて見かけがたわやか、才気間髪なところもあるので、長継ぐのおかげで帝のご機嫌の良い朝などは、よくお笑いになる。その声が周囲にまで聞こえたりする。一日の政務が終わって戻ると、帝は、まずご機嫌が良いと言えるような時はない。長継ぐは親しく身の回りのお世話をしてきたが、若いのに礼儀も心得ており、気の利くところが嫌味にはならないという。そして肝心なこと。理由や具体的なことは言えませんが、いよい女王はハリと三重野には伝えておいた方が良いかと思い、話を続けた。陰陽の司の判断では、長継ぐの今度の妊娠は出産まで進まないであろう。安産には至らないという。新しいお命を授かることもそうですが、お生まれになるかならないかも、天の意を受け入れるだけです。それを心得ておいてください。だから女官としての覚悟をお持ちなさい。お騒ぎにならず、
平常心を忘れず、ましてや他の女官の心を騒がせるような、そのような言動や行動は慎みなさい。そう言いたい。だがそれは言わずとも分かってほしい。ハリとミエノは連れ立って上岸殿を出たが、外の回廊で立ち止まった。ハリが何か言いたそうなのだ。だから何なの？まさく女御様の月で、お得に寺へ行ったんです。ああ、ボタンさんをいただきに。その時に、お隣の尼様のいおりへ立ち寄ったら、尼様が面白いお話をなさったの。まさこ女御様も泣いてしまって。面白い話で？いえ、それがあまりにもかわいそうだって。え？南国の島にカカポっていう鳥がいるのですって。とても頭が良くて、人の言うことは何でもわかるし、お話もできる鳥なんですって。緑の羽がとっても綺麗で、ちょうど見た目はフクロウさんのようなのですって。でもね、実はその鳥飛べないの。短い足で歩くだけ。そして70年ぐらいも長く生きるんですって。天敵は猫。もちろん人もその羽を飾りや衣にするんですって。だから捕まえて殺してしまうらしいのよ。最初は7年ぐらい一匹で暮らすけど、ある日、オスが夜中においで、おいでって泣き続けるんですって。毎晩毎晩、来る日も来る日も。そしてメスはもうやっと決心をつけて、何時間もの道のりを歩き続けるんですけど、その狂ったように呼び続けるオスのところへ着きますでしょ。そうすると、あっという間にやられちゃうんですって。え？だから、わかるでしょ？ああ、なんとなく。それで終わるとオスは一休みして、また他のメスをもう狂ったようにもう叫び続けて呼び続けるんですって。それでメスはまた長い長い道を何時間も歩いて、だって飛べないんですもの、戻るの。そして巣を作って卵を産んで、一人で温めて、一匹で温めて、卵が帰ると自分で一人で育てる。でも巣を留守にしてる間に卵が凍りついてしまったりとか、取られちゃったりとか、ヒナになっても若鳥になってからさえも食べられちゃうんですって。それでも頑張って一生懸命育てるんですって。一生の間にそうはたくさん育てられないみたいなの。だから、生きてる鳥の数はとても少ないそうよ。ひどい話じゃない。それのどこが面白いの？いや、そうじゃなくて。何よ。だから、まさこ女御様が長継ぎ様の話をしたら、尼様がそのお話をしてくれたって、長継ぎ様のお身の上を思って、まさこ様は泣いてしまわれたの。カカポの天敵が猫だっていうところで、もうぐっと来ちゃったみたい。まさこ女御様もご懐妊を祈って、それでもお子ができないので、猫を子供のように可愛がって、でも、その猫がそんな残酷なことをすると聞いて、
だから。まあね、そんな鳥の話聞いたことないけど、本当の話ならひどいわよね。長継様は、お子は無事に生まれないだろうってご選択をお受けになったでしょう。そして、もう翌日には宮中を下がってご実家へお戻りになったのでしょう。そりゃそうでしょう。そういうご選択があった後もここにいれば何があってもおかしくないと思われてしまいますし、不憂なご実家を頼るのは自然でしょう。お父様は古代からの名族で、アスカベのナトマロ様ですからね。河内の国アスカベ軍を本拠とする渡来人系で、確か小五位ではなかったかしら。250年ほど前の百済王、東条王の末裔ですし、長屋王の王子のアスカベ王をお育てした家ですし、藤原氏や皇族とも縁が深いのですよ。では、宮殿もお出入りが許されていらっしゃるのね。針が気になっているのは、長継が高級に壺根をもらえば、そのお父上の立場では生まれてくる子供ともどもに、二人を安全に守ってやれるだけ力がないのではと思うからだ。三儀や三味以上の公家が上級貴族とされる朝廷なのだから、小五位の上でも朝廷の政治力としては中級貴族並みなのだ。やはりは自分がそんなところへ配属されてしまい、何事かあれば、家にも兄たちにも迷惑がかかるのではと思うのだ。長継の父は、それとは別に大地主でもあり、貿易やら手工業やらと様々な収益もあったが男子がない。身目の良い一人娘に男の名前をつけて可愛がり、甘やかして育てた。帝に時代するのは無理としても、当代切っての有望株、藤原の北家で、行く末は大納言と言われていた三男の正室にした。二人生まれた男子は、藤原氏の貴公子として、元服するまでは実家で育てるが、うち一人は、もらい受けて飛鳥部氏を継がせたい。それ以上の野望は持たなかった。だが、22歳の長継は、即位したばかりの桓武帝の後宮へ勤め始めた。新帝を迎える人事刷新の機会を、夫が利用した。数年後の長継は、27歳。帝の子を妊娠した。安代と名付けられて、その子を産んだのは藤原の家ではなく、百済飛鳥部氏の実家であった。そもそも後宮へのお勤めは24歳であった夫が言い出したことである。藤原の内麻呂は、藤原氏の中でも当時最強の四季家ではなく、北家の若造。官職もそうそう贅沢ができるものではない。長継がその妻になってみても、裕福な実家で何不自由なくわがままを通してきた、贅沢に育ったことに比べて、何の旨味もない。藤原の家は何世代も前からの名誉にこだわる暮らしで、外向きの形式的なことにばかりお金と気を使う。家の中では実に質素な暮らしぶりなので、長継にはつまらないとしか思えない。内麻呂が一族のために妻を後宮へ送る算段をした時には、長継は帰って小躍りした。妻が女官として出世すれば、祭りごとにも力を持てるようになる。人事面にも徳があり、より良い官職への出世も可能になる。短期間に権力を手に入れられる可能性もある。土地や付け届けがあり、潤うことができる地位につくことにも推薦されやすい。才覚のある長継ならでは、高級で男子貴族に負けない潤沢な収入を得られる。権力も握れる地位につけるだろう。
内丸は渡来系に多い贅沢好きの妻を持て余していたというのも事実だった。もっと清楚で藤原氏系の嫁を欲しいというのも本音。北家の長老、平城京の長岡大臣と呼ばれていた藤原の長手の忘れがたみをいずれ正室にという話もすでにあった。帝の信頼を得て力をつけ始めた坂の上の田村麻呂の娘も側室に入っていた。いかにも頼りになる。長継は内麻呂17歳の時の最初の妻で、今では夫婦仲も冷えてしまい、それほどの未練もお互いにない。5歳の冬継と6歳の真夏は父親の内麻呂のもとで育つ。藤原の家の御曹司らしく、文武両道を鍛えて、北家の後を継ぐことになるだろう。長継もそれではこれ幸いと、即位したばかりの桓武帝の後宮へ勤めに入った。長岡京遷都の後、初めての正月。元日には、朝堂院の南の正殿前に、7本の宝塔を立てて、天皇が、大極殿で軍神から年頭の拝賀を受ける。この儀式は、朝拝とも朝賀とも呼ばれ、100年以上も前の高徳天皇の時代から続いてきた。それから間もなく、長継が元気な男の子を産み落とした。それでも長継は妃として後宮へ迎え入れられなかった。飛鳥部氏は富裕ではあるが、外戚としてふさわしい陣容もなく、名族とは名ばかりで、長継を妃に入れるよう、政治的に動いてくれるような味方も、朝廷の中には、これと言ってなかった。飛鳥部氏としては、安代がこの先、藤原系の王子と、好意争いになると見られれば、いずれは追い詰められる運命を予想できる。いっそ、親王としては認められないままでも、無事に育てばその方が良い。長継は安代を乳母と実家の両親に預けて、また長岡宮の務めに戻った。後宮にいれば三人の子らの出世を助けることができるかもしれない。そう母親らしいことを考えたのか、それとも、生まれない、育たないと言われた子を無事に産み落とし、自分を陥れようとした人々の前からこのまま引きこもってしまってたまるものか、そういう長継なりの意地を張り通したのだろうか。いずれにしろ、長継は17位上という比較的下級の官位のままで、それ以上には出世しなかった。ちなみに、三人の子はそれぞれに立派に育ち、朝廷を支える重心となり、長く栄えた。これで、意地っ張りの妃、カカポの意地の巻は終わりです。